エガちゃん、今日もいい波乗ってんね。エガちゃんです。それあんま知らないですよね、エガちゃん。全然知らない。今急遽、ブリフラに教わったパターンですね。そうなんだ。エガちゃんさん、今日は朝から大宮に来ましたけれども。おう、そうなんだよ。今日、エガちゃん、朝キャバに行こう。前回江頭さんがたまたま中野で見かけた爆乳みちょさんの情報を募集したところ、うん、いくつか情報が集まりまして、うん、その中の候補の一人みちゃんさんとリモートでお話をしたんですが、その子が朝キャバで働いてると言ってまして、うん、今日みんなで来てみました。おお、江頭さん、お朝キャバは初めてですか？そうなんだよ。そういう存在すら知らなかったからね。おし、ブリーフラン、はい、お前らキャバクラ行きたいだろ、うん、よし、頭のおかしいお前ら、エガちゃん初めての朝キャバ行ってきまーす。じゃあ行こうか。はい。あ、店長。実は代表なんですよ。あ、代表。はい、すいません。あ、一応こちらが美さんが働いてるお店、クラブイージアです。おお。じゃあ失礼します。はい。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。こんばんは。こんにちは。江頭2時50分です。今日よろしくお願いします。あ、あ、あ。いた！みーちゃんいた！お久しぶり！やばい！やばい！やばい！なんだよ！もしかして彼女は、あ、この間タトゥーって言ってた、あとエガフェスの見ましたよって言ってた、はい、アスカちゃん、はい、アスカと申します。アスカちゃん、みーちゃん、ちょっと俺たち初めてだから、はい、どこに座っていいのかも分かんないんですよ。あ、こっちいいですか？ほら、もう代表がもう全部仕切ってる。お前らが仕切れよ。どこでいいですか？すごい衣装ですよ。食いました、このために。うわ、幸せ。めちゃくちゃ幸せ。 S、 大丈夫かお前、倒れるんじゃないの。こいつはちなみに、はい、あのチェリーだから。ああー、もういただきます。大宮で初めてがこんなタトゥーだとやっぱいろいろない。本当、うわー、すげー、すごいですね。うわー、かっこいい。足だけかと思ったら結構上も。本当。飲み物は俺は優しい麦茶の水割り。優しい麦茶の水割り。薄い優しい麦茶。焼酎の優しい麦茶割り。あ、そっちか。麦焼酎を麦茶で割ると。はい。あ、いいじゃないですか。自己紹介を一人一人しましょうよ、まず。あ、ノアですか。ノアちゃん。はい。お店の名前ノアちゃん。はい。で、アスカちゃんは。アスカと申します。よろしくお願いします。アスカちゃん、元気な。で、朝日です。お願いします。朝日ちゃん、おお、ノアちゃんは、はい、もう江頭さんの大ファンだったってことですか？もう、すっごい好きです。本当に。俺、こう言われるんですけど、結局振られちゃうんですよ。もう騙されない、それに。こういうパターンよくあるんですか？例えばよくあるんですよ。これいざ、江頭さんがグッと男のスイッチ入った瞬間引いちゃうんでしょうね。じゃあ、エガチャンネルチームが大宮に来ました。はじめまして、乾杯。いただきます。はい、どうも。S に関しては人生初のキャバクラと、はい、しかも朝キャバだからね、ちょっとそこをまず聞きたいんですよ。あの夜のキャバクラと朝キャバってどう違うんですか？どう違う？うん、
営業時間ですかね、やっぱり。まあそれはそうですね、バカじゃないんだからね。あと客層とかかもしれないですね。違いますね、うん、確かに朝ってどういう人が来るんですか、ね、そうなんですよ。夜の仕事してる人だったりだとか、夜勤明けの方だったりとか、例えばホストとかいらっしゃいますね。おお、はい、あと夜の仕事って何だろう。夜のキャバクラのボーイさんとか。あ、ボーイさんが来るんだ。キャバ嬢さんがアフターで使ってくださったりとか。うわ、アフターで来るんだ、ここに。ちなみに何時から何時まで営業してるんですか。日の出から14時。そうですね。14時まで。で、客層で一番危ない人が何だったっけ。言わない方がいいと思うんですけど、アスカさんも、はい、エガちゃんファン大好きです。本当ですか。もうエガフェス見てもうオープニングから泣いちゃって。すごいな。大好きです。ノアさんとそういう話してたんですか。もうめちゃくちゃしてました。なんなら今日とかもずっと裏でもう、あれいいよねこれいいよねっていうあの動画の話ばっかしましたよね。アスカちゃんはごめんなさい、違う。もしかしてエガチャンネル登録もしてないんじゃない。してないです、ごめんなさい。すごすぎて。いやいやいや、すごすぎてじゃないよ。なんかよく分かってない状況で。そうでしょ。俺たち来るって分かってたじゃん。分かったんですけど。なのに登録してないってどういうことだよ。まあね。全然ない。若い子の YouTube とか見ます。あ、どういうの？スカイピースさんとか、そういう今有名の。ああそうか、スカイピースに負けたよ。スカイピースはすごいですか。すごいの。すごいです、スカイピース。全然知らない。ノアさんの良かった回も教えてもらっていいですか。ちょっとね、はい、うん、私子供いるんですけど。旦那さんは。あ、いないです。パパになれます。リアル江頭パパになれます。どうですか、新しいパパに江頭さん。もう娘大、もう娘も大好き でそれこそディズニーランドの回があるじゃないですか、はい、でミッキーとこあるじゃないですか、うん、はい、娘が真似してずっとはっはっって言ってます。あ、ちなみに娘さんは何歳なの。あ、4歳になります。あ、先月で。ちょうどディズニーとか好きな感じ。あ、好きですね、はい。ディズニーの回は娘がエガちゃんのディズニーってずっと言うんで、あ、よけてって言って言ってみます。もう朝日ちゃんはもうつまんなさい。ほんともう何言ってんのこいつら。こいつらの言ってること全く分かんない。私なお互い褒め合って気持ち悪いなみたいな。ほんとエスとかはキャバクラ初なんで、江頭さんが、いやもう普段キャバクラでの遊び方をエスに教えてもらいたいなと思って、うん、あ、そうですね、はあ、あ、ちょっとお前ら飲めよ、もうちょっとガーッて飲めよ、ガーッて。まず遊び方で、そうですね、まず飲ませる、まず飲ませる。あ、テキーラないの。うん、テキーラ2つよ。テキーラ3つ。おお、テキーラエンジンかかってきました。また強そうだね、強そう。めっちゃ無敵だよ、この子。言いたいんですけど、今日これがあるって言ってても、めちゃめちゃ緊張してたんですよ。おうおう、なんですけど、そしたらストロングありますけどって言って ストロングを持ってきて。ストゼロ、はい、そう、あの 9% のやつ、うん、やばいやつ。ネイヤンは 2,3 本開けて、で私もちょっと分けてもらいつつ、はい、今日に挑んだみたいな。おお。これ何ですか、オレンジジュース。オレンジジュース、チェイサーっすね。チェイサー。じゃあエイジアに乾杯。うわー、おお、きたー、すげー。うわ、飲みっぷり。うわ、気に入った。すごい美味しいです。美味しい。ありがとうございます。マシラですね。マシラ。おお、マシラ出ました。テキーラで飲むマシラ初めてじゃないですか。キャバクラどんな話するんですか、江頭さん、こういう時は。やっぱり下ネタで硬い方が好き、それとも長い方が好きって。そっから始まりますね。そっから始まるですね。スタート、そっからだいぶスタートからもう最低ですね。もうちょっと手前からスタートしましょうか。いやいや、もういつも通りがいい。あ、じゃあ
硬い方が好き、それとも長い方が好き？私は硬い方がいい。あ、硬い方がいい。おー、俺勝ち残ってる。硬い方なんで S は S どうだろうな。自己申告ってこと、うん、多分、はい、硬い、硬いと思います。おー、初めて聞いたよ、S の X の本当に初めて言いましたM は？僕も硬い方だ。おお、うん、M は？僕長い方。おお、長いのか。ちなみにあの M は、はい、どのくらいに1回してます？あとおもちゃ必要ですか？アスカちゃん、デンマ派です。デンマ派、こういう会話なんですね。何ちゃんだっけ、ごめ ん、 ん、私は相手につきます。おお、だ今はセフが何人かいらっしゃってるんですよね。いや、そうですね、何か。おお、朝日ちゃんの中で、まあ、今日このメンバーの中で一人、じゃあもうセフとして持っていけるって言ったらどれにします？ちょっと、じゃあなんでここを見るんですか？顔、顔明かします？顔、まあ、こっそり見てもらってもいいですね。見てもらいます？え、顔見たい。これ、後ろが、なんかそういうシステムなんですね。裸見る気分ですね。マスクもとめっちゃウケてる。笑いが起きてるんですよ。どう？綺麗な顔。めちゃめちゃ綺麗な顔ですね。あの想像と どんな感じ？いや、綺麗です。めちゃくちゃ綺麗。鼻がスッてしてて、目なんか涙袋もあって。あ、じゃあ、L は？じゃあ続いて、S。めちゃくちゃ恥ずい。ちょっと撮った方がいいんじゃない？撮った方がいいんじゃない？でも。かわいい。かわいいですね。かわいい、いただきました。おお、かわいい。かわいい。はい。かわいい。かわいい。かわいい。人気あるなぁ。なんか想像通りですね。そうですね。あ、ほんと？はい。じゃあ。かわいい。じゃあ、M。じゃあ、M、いきます。はい。お、意外でした。意外でした。おひげ生えてる。男らしい感じの。どうですか？おひげ大好きです。体毛が好きで。あー、もうそそられますね。おー、お前モテやがって。どうですか、みーちゃん。一応皆さん言っときますけど、ここお店キャバクラなんで、あの絶対褒めるに決まってます。あ、そうですね。はいはい、お金出してんですもんね。そうです。はい、あの、うう決してモテてると思わないが、一人プレイメイトとして選んでいただけましたでしょうか。はい、お三方の中で。そうですね。はい、あ、4人、4人。俺、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 ジジイみたいに扱うなよ。一斉の。おお、本当に。なんかさ、そしたらさ、私だけ浮いてるみたいな。一票いただきました。うおー、悔しい。そして伊賀社さん、はい、2票。おお、俺大宮に住むよ。やっぱりそれは伊賀ちゃんファンですからね。本当ですか？俺信じないよ。あとおもちゃが好きっす。あ、いっぱいありましたもんね。あれ欲しかったです、あのファンに。伊賀社さんあれですもんね、いっぱい持ってきますもんね、そういう時。リュックにいっぱい詰めてきますね。もちろん新品を持ってかれるんです。そうですね、あのまさかあの、ね、使い回しとかってはないですよね。あの除菌の大丈夫だと思います。あとドームがあるんで、綺麗にもう大丈夫だと思います。おもちゃ用のコットンも常備してます、はい、素晴らしい、素晴らしいですね。はい、エルさんがどういったとこが良かった？エルの画がだいい人好きなんですよ。おお、で、あのガリガリって
おのおのの反対、これ聞きたいですね。いや、ちょっとよ、一発の話やばいですね。S の下半身パンパンになってないですか、大丈夫ですか。ちょっと確認必要じゃない。なんか S 隠してますけど、バッグで確認必要じゃない。失礼します。だけど手頭さん、はい、お楽しみのとこあれですけど、もうそろそろ時間が、あと10分となっております。どうしよう、早い。どういうやつがあのキャバクラでモテるの。急にやっぱ紳士な人がやっぱ一番ですかね。 お触りしてくる人はどうですか。ですね、やっぱりダメ、ダメなんだ。ダメですね。ダメなんだ。江頭さん、知ってます。もうめちゃくちゃ来てるよ。そこからなんか顔色が変わってくるんだよね、女の子は。あ、どんな感じで、ちょっと S が女の子だと思って、ちょっと一回どんな感じになるんですか。お酒あの頼んだら。いただきます。もう好きなの頼んでいいよ。いいんですか。あの S ちゃん。今もう入ってない。じゃあこれで俺たち二人に乾杯。出そう見てやる。そうです。手口が古い。胸大きい。武器でしょ。結構武器でしょ。いいね。ダメです。ダメです。ちょっとして濡れてんじゃないの。よく香川さんみたいにならないで今まで。本当ですよね。ブラジャー剥ぎ取ったり。お客様。あ、そうですね。そろそろお時間になりますけど。わかりました。実はまあプレゼントじゃないんですけど、ちょっと一個持ってきたものがありまして。お。はい。等身大抱き枕作っちゃいましたよ、これ。これを M がちょっと商品化しようって言って、言った出すって言ったんですけど、なんか原価がやっぱ結構高いらしくて、M いくらだっけ。1万9000円。結構するね。1万9000円買います。で、何個生産したのよ。江頭2時50分にかけて、ちょっと250円。それ売れ残るよ。売れ残るよ。もっといけます。いや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 、あなた なんかグルじゃないの。一応でもあの後ろもちゃんと背中もある。前回はショコタの時は背中なかったんで、ね、そうなんです。形もこう輪郭ただの四角だったのが、今回は江頭さんの形に作ってもらって、こだったら1万9000円になっちゃったんですよ。じゃあこの店に置きましょうか。店にプレゼントが、頭に来て殴る人とかいるんだろうな。もう見えるもん俺。すみません、なんか あ結構お弾力がすごいですね。もちもちですね。もちもちっす。ということで、お前らも朝バスキャバ行って。朝キャバが言えない。たまにはハッスルしろよー。